こんにちは。4月の14日、火曜日の日替わり竹部でございます。さて本日の東京外為市場、ドル円相場でございますが、112円台の前半から119円台の後半、ちょっと119円台の半ばを伺うようなちょっと懸念もあったわけでございますけども、なんとか119円台の後半に押しとどまって、東京市場、終盤を迎えているというところでございます。まあ、今夜でございますけども、英国そして米国の、小売売上指標を控えてという言い方をするのは少し言い訳じみているのかなと、そうなりますとやはり東京市場においてでございますけども、日経平均株価明確にやはり2万円の壁を超えることができなかったということ、これが1点なんですが、もう一つ、昨晩でございますけれども、浜田内閣官房参与、安倍首相のブレンでいらっしゃいますけれども、購買力低下の観点から、まあ、現状は少し円安気味すぎるんじゃないかと、もう少し、まあ、100円台、100円の5円ぐらいまでというような見解を示されたことで、マーケット少しびっくりしたというんでしょうかね。ドルロング円ショートのポジションが吐き出させられたというところで、120円台の前半ストップロスをぐっと下げて120円の20銭水準からもう本日は上値が重いというような展開になっております。そこで今回のタイトル、まあ、実はですね、後ほどのテーマにつなげようと思っておりますが、ドル円浜田発言より怖い水準というところでお題をさせていただこうかと思いますが、テクニカル的な水準では、でまあ、実は私個人的にはこの水準、まあ、別にびっくりするほどの水準ではないのかなというふうに考えておりますが、ただし怖い水準というのは上下それぞれ2点考えております。120円のやはり7080水準を超えていくと、やはりドルショート円ロングのポジションの向きは撤収を余儀なくさせられてという言い方になりますでしょうか。ちょっと上値は重いかもしれませんが、121円水準を意識させられるという展開がこの丸の70水準だというふうにして認識しておりますが、一方でこの120円台の前半そして119円台の後半、それぞれテクニカル的なですね、まあ指針がなされているラインというのが結構集中しております。この水準をめぐって一喜一憂するのかなというふうにして見ているんですが、やはり怖いのは今度は下値です。下値においては119円の26銭水準、90日線が移動平均線推移してますね。この水準を下抜けていくような、まあ、この水準を意識させていくような動き、まあ、ドル売り円買いの圧力が強まってくるのかどうか、そして一番怖いのは118円の94銭日足の一目均衡表のこの雲の加減がですね、今週末に向けて、ずっと支援しているような状況でございますが、この水準、下抜けていくようですと118円台の後半が脅かされ、8円台の半ばまで新たな、まあ、水準を意識させられる場面があるというふうにして考えております。そうなりますと浜田発言、大変、まあ、僭越な言い方をするとちょっと私は個人的には親身に欠けるとまでは言いませんが、120円水準かなり円安で、購買力低下からすると、まあ、妥当だよと、105円水準ぐらいが妥当だよというふうにしておっしゃっていたかと思います。昨日のテレビ、ご覧になられた方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとと個人的にはまあそれはそうでしょうというようなところで、まあバリューから計算した場合はその水準だというところで、私は別特段驚いていません。ただしやはりドルロング円ショートのポジションを持った向きがこうした大義名分を持ってして吐き出させられたというのは、ドルブル派は少し、まあ、失速とまでは言いませんが、強気な気持ちが少し萎えたというような形になったのかもしれません。そうした、ところでは、まあ、今後今夜の米国の雇用統計も含めて、失礼、小売売上高ですね、小売売上高も含めてなんですが、米国の金利動向や株式市場、こうしたものを見ながら一喜一憂していく動きにつながってくるのかなというふうにして思います。マーケットが少し身軽になった分だけ動きやすいのかなというふうにして見ておりますので、リスク管理の方は十分ご留意をしていただければというふうにして思います。そしてですね、まあ、本日が火曜日ということで、本日のテーマにつながるところなんですが、先ほど申し上げました浜田発言というところで、今回はこの2つを持っているんでございますけども、この2つ何かというところでございます。右側に持っておりますのは、ハンバーガー、ちょっとご覧になっていただければと思います。アップでこちらハンバーガーの模型でございますけども、ビッグマック指数というのは皆さん聞かれたことございますでしょうかね。そしてもう一つ、先ほど浜田発言というふうに申し上げましたが、購買力低下、こちらの方は公益財団法人国際通貨研究所が発表しております。購買力低下においての、ドル円の水準というところなんですが、もうちょっとアップで近づけましょうかね。こういった形いいです。ちょっとぼやけてるかもしれませんが、ぜひですねご自身でも、検索してご覧になっていただければと思います。120円水準というのがこれ
直近での実勢相場レートというふうにして出しておりますが、企業物価なり輸出物価なりというところですと、もう少し、低いところで見ているよねというところでございます。下側のところが円高、上のところが円安というところで出しております。じゃあこの購買力平価は何ぞやというところでございますので、今回のテーマは覚えたい外為金融用語、購買力平価というタイトルでございますが、まあちょっとハスに抜けて、へそ曲がりの武部としてはあまり購買力平価というのは、まあ、あくまでも学説上という言い方をすると叱られそうでございますが、あまり興味は持っておりません。というかトレーディングしている方々にという形でかなり私言葉を選んでますが、主体的にトレーディングを持ってらっしゃる方は購買力平価がうんぬんということはあまり私は個人的に聞いたことがございません。まあ、この辺の問題点というのはいろいろな形でご確認をしていただければと思いますが、まあ、特にこのビッグマック指数、先ほど申し上げましたけれども、こうしたデータになってしまうとちょっと現状的にはありえないのかなというところだと思います。でこの辺の問題点というのはやはり国際資本移動だとか、あとはまあ皆さんご存知の通り GPIFであったりだとか、株においての日本株、そして円売りでの資本移動だとか、GPIF での公的間投資家の動き、もしくは貿易などでの輸出入というのも、当然こうしたところでは直接的に平、まあ、比較するというのはかなり無理なのかなと。そして、まあ、物価の基準というのも何をもって捉えるのか、例えばここで出しておりますビッグマックというのも、それぞれ材料があったりで、この数字というのもですね、当然でございますがキャンペーンなどによって、これはどこの業界でもあるのかもしれませんが、キャンペーンだとかいろんな形によってですね、値段も上下限しますので、何をもってしてこれが為替相場の決定要因になるのかというのは非常に難しいのかなというふうにして思っております。国際金融取引も自由化になっておりますので、当然でございますけれども、お金の資金移動というのが全てこうしたですね、一物一家のものに反映しているというのはちょっとないのかなと。そうなりますと、このグスタフさん、グスタフ・カッセルさんという大先生でいらっしゃいますけれども、大昔と言っていいのかしら、まあ、かなり前のですね、購買力平価でございますので、今はですね、こうした現状においてはグローバル金融の中ではなかなかこれを一つピンポイントとして当てはめるのはかなり難しいのかなというふうにして思っております。ただし教科書的な申し上げ方でですけども、やはり為替相場の変化はそれぞれの通貨の購買力の変化格差だとか、双方の物価水準にさらに加えていくと金融政策、もしくはまあ先ほど申し上げたように資本取引によってのお金の動きによって大きく変わってくるというところ、それも踏まえた上で購買力平価というのをですね、ご参考にしていただくには非常に、よろしいのではないかなというふうにして思います。で先ほど申し上げました浜田内閣官房参与ですけども、まあ、このご発言、私一つだけ、ああなるほどなというふうにして思いましたのは、要はという言い方なんでしょうかね、まあ、今のこの現状の水準は、まあ、非常に居心地がいいよというような間接的な牽制球なのかなというふうにして感じました。追加緩和に関しては4月の30日、未だに日銀の展望レポートが発表されるという中でくすぶっておりますが、マーケットがこの浜田発言を踏まえて政府日銀の意思、姿勢はどういったところにあるのか、今後思惑というものがですね、ドル円の上下限を決めつつ、展開していくのかなというふうにして見ております。くれぐれもですね、お取り組みの際は大きなボラタイルな容器出てくるかもしれません。リスク管理は十分ご注意していただいてお取り組みいただければと思います。以上、4月の14日火曜日の日替わり武部でございました。